の有名人も大絶賛、シェフ特製生ハム料理、総料理長のチャレンジ料理、カタカタシェフチャンネル。はい、おい、はい、では今週もやってまいりましょう。はい、お願いします。はい、ハモンサラーノ。そうですね、生ハムって意味ですね。はい、今週はですね、以前質問コーナーで生ハムのアレンジ料理なんていうのがあったんでね、今回ね実際作ってみようと思います。まあこれ知ってるといろいろ役に立つと思います。でちょっとお知らせでね、この生ハムなんですけど、私の後輩、名前を言うと阿部サダヲさんですね。今度映画公開するので、阿部サダヲさんいろんなとこでこの生ハムの紹介をしてくれています。すごい気に入ってくれてね、まあ、その恩返しではないですが、その映画のね宣伝もしつつ、ちょっと応援ねみんなでしていこうと思います。でまず最初はねスタンダードな生ハムのね盛り付けをしたいと思います。村田毎日ね生ハム切ってるので。あ、そうなんですね。ええ、機械でこれね自分が作った手作りの生ハムです。これ1本できるのにどのぐらいの時間かかるんですか？これ3年半熟成してあります。もともとね11キロぐらいなんですけど、3年半経つと8キロぐらいになってね、すごい貴重なね美味しい生ハムになります。表面の酸化した油は取り除きます。生ハムはなるべく薄くスライスします。この阿部サダヲさんの映画のタイトルって何なんでしたっけ？アイアム牧本です。映画には出てないんですよね、カタカタシェフは。出てなかったですね。このエルさんが、はい、あの撮影の控え室になってて、いろんな俳優さんがここから現場にこう、そうなんですね。でこういろんな差し入れをしたり、プリンとスモークナッツとかをね届けてあげました。ここに並べてってください。これ本場はこういう風な盛り付けなんですか？この暮らしから垂らすような。スペインのは、はい、こうやって下にろうそくみたいなのを入れて、で温まるようになってその油がちょっと溶けたようなところをこう食べる。あったかい器にこう並べて香りを出して食べる。スペインはね、いやめっちゃ美味しそう。イタリアはまたちょっと違うんですけど、はい、こんな感じで。生ハムメロンの変形をいきます。これはメロンシャーベット。これはメロンシャーベットですね。でここに生ハムを添えます。まあ香草なんかを飾って、であとはオリーブオイルを。オリーブオイル、胡椒ちょうだい。黒胡椒、うん、はい、完成です。じゃあ次はイタリアの伝統的な料理でサルティンボッカというものを作ります。サルティンボッカ。サルティンボッカという料理は豚肉に生ハムを乗せて焼いた料理です。下味をつけた豚肉に香草を敷いて、上に生ハムを乗せて、あとは粉をつけて焼きます。粉っていうのは小麦粉です。小麦粉です。で生ハムのしょっぱさがあるので豚の味は薄めでいいです。両面に小麦粉をつけて生ハムの面から焼きます。焼き色を見ながら両面焼いていきます。火が通ったら余分な油は捨てて白ワインを加えます。最後にフォンドボーを加えて完成です。はい、できちゃいました。じゃあ次はサラダですね。どうしてもあの油が多いところがあるので、そこの油を利用してサラダにします。ここら辺の油の多いところをスライスしてください。本場では本当にこうやって出張ってくるもん、サラダで。どうだい
聞き逃せないシーンがありましたね今はい、そんでいいでしょう、ね、これ取りました。じゃこれをこうで、クルトンで胡椒を振って、あとこれをかければ完成です。とこれね、掃除してこうやってダーンって骨がね取れるので、これでスープを取りたいと思います。それをお湯にただボンって入れるだけなんですか？そうです。あと玉ねぎ、人参、セロリの香味野菜と一緒にね煮ていきますので、これもじゃあ煮ちゃいます。水どうぐらいでます？水2時間煮るので多めでいいです。2時間するともうこれ半分以下になっちゃうんで、あと味を見てまた水を足したり、味を十分に引き出す量ですね。生ハムの骨と香味野菜を2時間程度煮込みます。チキンブイヨンを加えて味を整えます。ザルでこします。スープをひと煮立ちさせたら火を止めて溶き卵を回し入れます。卵がふわっとしたら黒胡椒を入れます。でパセリとオリーブオイルで完成です。次は、生ハムのクズを使ったクリームコロッケを作りますね。どうしてもあのこういうクズとか端っこをねいっぱい出てきますので、みじん切りにします。薄くスライスしてもいいですね。じゃあまたこういう玉ねぎをみじん切りしてください。これ玉ねぎのみじん切りをします。これと生ハムを炒め合わせて香りを出して、でベシャメルソースと合わせます。でベシャメルソースはクリームコロッケ用でちょっと固めにします。最初に生ハムをオリーブオイルで炒めて、玉ねぎも加えてじっくり炒めます。今回先に生ハムを炒めたのは何か理由があるんですか？生ハムから香り出すためです。はい、じゃよく炒まったので白ワイン入れます。もう汁なくなるくらいまで、これベシャメルです。結構冷えてると硬いですね。こんな感じ、わからない。これはあの普段バターと小麦粉50/50の牛乳が500入るんですけど、これは400入れて仕上げた。ちょっとじゃあ水分少なめに。そうですね。ただ入れます。こんな感じです。硬さをブイヨンを入れます。これチキンブイヨンでもいいです。しっかり混ぜ合わせたら容器に移して冷やします。これ冷えましたので形を作って、でパン粉をつけていきますね。でこのこの後卵を2回つけます。流れ出さないように形を整えながら小麦粉をつけて、卵をつけたら再度小麦粉と卵をつけます。最後にパン粉をつけてだいたい2分くらい揚げていきます。止まります。トマトジュース、トマトジュース。はい、完成です。
はい、おい、では完成したので食べてみましょう。サラダから。サラダからだね、ね。このサラダはもう油の部分ですね。油身の部分。油身だけですね。いただきます。はい、うん、お油がうまい。うん、重たい油じゃない感じです。味はしっかりあって、でもしつこくなくてさらっと食えますね。うん、うまっ。おいしい。スープかな。スープ、あ、おいしい。うん、おお、なんかこう生ハム感とかありますか？ほんのちょっと、うん、風味っていうか香りくらいですね。うん、抜ける感じが、あっさり系です。あっさり、そうですね。おいしいラーメンね。うまいね。あ、ラーメンいけそうな感じですか？うん、次はコロッケですか？コロッケいく？コロッケいきましょう。さあ、飲むぞ。これ、うわ、うん、うん、うん、うわ、塩分がしっかり乗ってますね。うん、塩してないけどね。でも、うわ、生ハムの味するって感じではないですもんね。なんかベーコンみたいな。あ、なるほど。はい、じゃあサルティンボッカいきます。うん、絶対美味しいわ。美味しいです。これ味付け結構シンプルなんですよね。生ハムの塩味と、あと香草、やっぱ肉に普通に塩しちゃうとしょっぱくなっちゃうんで。なるほど。これ気をつけた方がいいかな。ペロッと4品いきましたね。マジでうまいっすね。満足だね。はい、じゃあ点数つけましょう。はい、はい、じゃあ今日の点数は97点。97点。シンプルに美味しかったっていうことですね。はい、阿部さんがね紹介してくれた生ハムでもあるし、はい、はい、大変美味しくできました。はい、じゃちょっとね最後にこちらの宣伝をしてもいいですか？おお、いや、はい、これが私の後輩の阿部貞夫さんが主演のアイアム牧本です。ちょっと迷惑な男が巻き起こす奇跡のストーリーです。どうぞ皆さん、見てください。はい、阿部さんも体に気をつけて頑張ってください。はい、はい、それでは今回の動画が面白かったよと言いたい方は、はい、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、コメント欄に感想やリクエストをお寄せください。はい、はい、それでは阿部さん頑張ってください。はい、また来週。はい、アイアム牧本。牧本。次回のカタカタシェフチャンネルはジブリ飯、栄養バッチリ、トトロのキャラ、お楽しみに。